次は熊取です。熊取を出ますと、次は東岸和田に停まります。熊取です。お出口は左側です。熊取を出ますと、次は東岸和田に停まります。ドアから手を離してお待ちください。おはようございます。 B 快速新大阪行きです。次は東岸和田です。東岸和田を出ますと、次は泉府中に停まります。普通電車との連絡は次の東岸和田で、大鳥まで各駅に停まります。区間快速天王寺行きに、大鳥では普通電車天王寺行きに連絡いたします。お客様に車内での携帯電話のご使用についてお願いいたします。各車両前寄りに設けております優先座席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮いただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。
東岸田です。お出口は左側です。区間快速天王寺行きは着きました同じホームの向かい側4番乗り場に停車中です。東岸田を出ますと次は泉府中に停まります。ドアから手を離してお待ちください。泉府中です。泉府中を出ますと次は大鳥に停まります。
泉府中です。お出口は左側です。泉府中を出ますと次は大鳥に停まります。ドアから手を離してお待ちください。次は大鳥、大鳥です。東羽衣方面はお乗り換えです。大鳥を出ますと次は三国ヶ丘に停まります。
大鳥、大鳥です。お出口は右側です。羽衣線東羽衣駅は5番乗り場にお越しください。普通電車天王寺行きは着きました同じホームの向かい側3番乗り場に停車中です。大鳥を出ますと次は三国ヶ丘に停まります。ドアから手を離してお待ちください。発車いたします。ドアにご注意ください。4番線から臨海速新大阪行きが発車します。お待たせいたしました。おはようございます。臨海速新大阪行きです。次は三国ヶ丘、三国ヶ丘です。南海線はお乗り換えです。三国ヶ丘を出ますと次は堺市に停まります。
丘、三国ヶ丘です。お出口は左側です。南海線はお乗り換えです。三国ヶ丘を出ますと、次は堺市に停まります。ドアから手を離してお待ちください。次は堺市です。堺市を出ますと、次は天王寺に停まります。堺市です。お出口は左側です。堺市を出ますと、次は天王寺に停まります。ドアから手を離してお待ちください。次は天王寺です。天王寺を出ますと、次は新今宮に停まります。
今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく天王寺、天王寺です。お出口は右側18番乗り場に着きます。大阪環状線内回り鶴橋京橋方面、大和路線、近鉄線、地下鉄線はお乗り換えです。天王寺を出ますと次は新今宮に停まります。ドアから手を離してお待ちください。18番乗り場に到着の電車は快速新大阪行きです。